エムデン。エムデン。初代は、ドイツ帝国海軍のドレスデン9個型巡洋艦の一隻。艦名は、エムス川沿いにあるドイツの都市、エムデンに由来する。1909年に就役し、翌年中国の賃貸を本拠地とする東洋艦隊に配属された。エムデンは優美な船型から、東洋の白鳥とも呼ばれた。第一次世界大戦では主に、インド洋方面で、 通称破壊戦を行い大きな戦果を挙げた。ミューラー艦長の行動は、戦時国際法に則っ,った紳士的な振る舞いであり、船舶乗員は低調に扱われた。M ンは1914年11月9日に、オーストラリア海軍の軽巡洋艦、シドニーとの戦闘で破壊された。建造費は68万マルクに上り、ドイツ海軍にとっては、最後のレシプロ機関艦であった。 姉妹艦のドレスデンは直結タービンを使用していた。M デンハップファイル代艦として発注され、1906年4月6日に団地飛行賞で契約がなされた。1906年11月1日寄港。1908年5月26日に浸水し、官名の由来となった M デンの市長、リーファーブリンガーによって命名された。1909年7月10日収益。 1910年4月1日、M 電は中国、広州湾奏者地の賃貸を拠点とする東洋艦隊に配属となった。M 電は1010 10年4月12日にアジアへ向けキールを立ち、その途中で南米への親善訪問を行った。5月12日にモンテビデオに着き、そこで東アメリカ艦隊に配属された巡洋艦ブレーメンと合流。 二隻は5月17日から30日まで、ブエノスアイレスに滞在しドイツ代表として、アルゼンチン独立100周年記念祭に参加した。それから二隻は、ホーン岬を回り、エムデンがバルパライソに立ち寄る一方、ブレーメンはそのまま、ペリューへ向かった。良質な石炭の不足のため太平洋横断は、遅れた。エムデンは、地理海軍の基地があるタルカワノでどうにか1400トンほど。 石炭を積むと、6月24日に出港した。途中好転のためイースター島に立ち寄り、7月12日にタヒチのパペテに停泊。7月22日にドイツ領サモアのアピアに到着し、東洋艦隊と合流した。艦隊は10月にサモアを離れ、本拠地であるチンタをへ向かった。10月27日から11月19日まで、エムデンは長江へ派遣され、 観光も訪れている。日本の長崎を訪問後、毎年の修理のため12月22日に、賃貸に戻った。だが、ポナペ島で、ソケースの反乱発生のためエムデンが必要となり、修理は実施されなかった。エムデンは12月28日に、賃貸から出港し、香港からの巡洋艦ニュルンベルクと合流した。2隻の到着により、 旧式巡洋艦コルモランなどであったポナペ島のドイツ軍は増強された。1911年中旬、艦艇は反乱者を砲撃したり、乗組員などからなる上陸部隊を派遣した。2月末までには反乱は鎮圧され、2月26日に到着した巡洋艦コンドルと交代して、他の艦は3月1日にチンタオへ向け出発。 グアム経由で3月19日に到着した。そして、エムデンは、ようやく修理を行うことができた。1911年中頃、エムデンは、日本への航海を行った。その際、台風に遭遇し、日本船と衝突事故を起こしている。その結果、再びドック入りのために、人道へ向かうこととなった。1911年10月10日に、侵害革命が起きると、エムデンは、 長江へ派遣された。11月、東洋艦隊司令官が、マクシミリアン・フォン出兵中将に変わった。12月初旬、エムデンは座礁したドイツ船でイケ・リック・マーズ救援のため二川へ向かった。1913年5月、カール・フォン・ミューラー少佐、その後すぐに中佐に、昇進がエムデン艦長となった。6月中旬、中部太平洋のドイツ植民地を巡航する。 ついで、エムデンは、様子高添の中国人の暴動を鎮圧するように、命じられた。1913年8月にイギリス及び日本の官邸と合流し、暴動勢力を制圧した。8月14日、上海へ移動。1914年6月28日に、サラエボ事件が発生し、ヨーロッパ情勢は緊迫。エムデンは、人道に留まるよう命じられた。 当時、エムデン以外の東洋艦隊主力は、ジンタを離れていた。ミューラーは、日露戦争の二川沖海戦で、港内から脱出できず撃破されたロシア艦のようにならないようにと考えた。エムデンは1914年7月31日に、石炭運搬船エルスベートを伴って、ジンタを離れ、しばらくエルスベートを護衛した後最終島へ向かった。8月2日、 ロシアと海戦したことが M 点に伝わった。8月4日、津島海峡でウラジオストクに向かっていたロシアの下客船、リエイさん3500トンを打歩し、乗客がいることや仮想巡洋艦とするのに適していることから賃貸を得、開港を決定した。装甲巡洋艦、デュプレクス、モンカルムを中心とするフランス艦隊が付近にいたが、それに捕まることはなく、 8月6日に、鎮刀に到着した。リエイさんは改装され、仮想巡洋艦、コルモランとなった。ミュラーは航海中に、マリアナ諸島へ向かえ、との命令を受けていた。8月7日、エムデンは、石炭を積んだホップックの機船、マルコマニア及び、仮想巡洋艦プリンツアイテルフリードリヒと共にう、を離れた。途中で、マルコマニアを分離し、 エムデンとプリンツアいてるフリードリヒは敵船を捜索したが、遭遇したのはまだ中立国であった日本の船のみであり、またマルコマニアと合流できず同船は無線機が故障していたため連絡も不可能となった。8月12日にパガン島に到着し、シュペイ帝徳及び総工巡洋艦、シャルンホルスト、グナイゼナウなどと合流した。マルコマニアは翌日到着した。シュペは、 石炭補給可能なアメリカ西海岸へ向かうことにしたが、ミューラーは太平洋横断中は敵と戦えないなどとして反対し、少なくとも巡洋艦一隻をインド洋へ向かわせることを提案。最終的にエムデンの単独行動が認められた。艦隊は8月13日夜にパガン島を離れた。8月14日、エムデンは東へ向かう。 艦隊主力と分かれ、マルコマニアと共に南西へと進路を取った。エムデンはアンガール島へと向かい8月19日に到着。そこでマルマコニアから石炭の補給を行った。また、そこで北ドイツロイドの郵便船プリンセシンアリスから日本がドイツに最後通帳を続けたことを知らされた。8月20日、旧式巡洋艦ガイエルの電波を受信。エムデンは その発信地点へ向かって8月21日に、ガイエル、石炭運搬船ボックムと短時間会合し、それから、モルッカ海峡へと向かった。8月22日に海峡に入り、翌日日本の帰船と遭遇。その日は、日本の最後通帳の回答期限であったが、ドイツが何らかの交渉などを行っている、可能性を考えミュラはこの船を見逃した。エムデンは、ティモール島へ向かい、 会合予定であった石炭船タン単年フェルツが発見できなかったため24日に再びマルコマニアから石炭を補給した。翌日には日本の戦線布告を放送で聞き8月27日に石炭運搬船オフフェンバッハとの会合のため棚ジャンピア島の湾に入った。そこで中立国オランダの軍艦トロンプに遭遇しオフフェンバッハは 両海外へ送り返されたことを知らされた。オランダは3ヶ月につき24時間のみ領海内での休坦を認めていた。エムデンはすぐにそこを離れた。ミュラーはインド洋へのルートとしてロンボク海峡を選び、エムデンは8月23、24日夜に無事に海峡を通過した。8月末にはエムデンに対抗するため英国との共同作戦により、 日本海軍のチクマとイブキがシンガポール経由でジャワ島方面に出撃したが出撃の情報が到着の数日前にシンガポールでルフし、エムデン側に出撃を察知されこの間エムデンはベンガル湾で英国汽船5隻を撃沈したためシンガポール日本領事館の駐在部官、工場海軍少佐がシンガポールの在留日本人が噂を流したことで戦が失敗し 英国に対して面目を失したとして日本を指揮者に住民に対し警告を発するよう求めたとされている。9月3日、石炭補給のため無電はシムルー島沖に到着。翌日、島の湾内に入りマルコマニアからの補給を開始した。ここでは補給船ウルムが来ているはずであったがその姿はなかった。この場所はイギリスの巡洋艦ハンプシャーが捜索に訪れており、 エムデンが24時間早く来ていたら、ハンプシャーに発見されていたところであった。翌日オランダ船が現れて24時間超過のため、出港を要求し、エムデンは島を離れた。9月9日、中立国のギリシャ貨物船ポントポラスを発見。ポントポラスは、イギリス軍用の石炭を運んでおり、交渉の結果船長は、ドイツの要船となることを了承した。M 電は、 コロンボカルカッタ航路へ向かい、9月10日には、イギリス船インダスを停船させその搭載物資を、遺災後沈めた。翌日にもイギリス船、ローバットを発見し、沈めた。カルカッタへ向かったエムデンは9月12日には、アメリカ向け貴重品を乗せたイギリス船カビンガと、イギリス石炭運搬船キーリンを停船させ、キーリンは、食料が運び出された後13日に沈めれた。 9月13日にも紅茶を摘んだイギリス船ディプロマットを沈めた。9月14日沈められた船の乗組員がカビンガで解放された。またこの非石炭運搬セントラボックとイギリス貨物船クラン・マゼソンを沈めた。これらの間に出会ったイタリア船ロダリノや解放したカビンガにより存在が知られたため、M 電の軽かった沖での行動は終了した。 9月16日、エムデンはアンダマン諸島でポントポラスから石炭を補給し、その後低速のポントポラスは単独で解放場所へと向かわせた。エムデンはラングーン沖へと向かい、ノルウェー船ドブレを発見。この船によってクラン・マゼソンの乗組員が解放された。エムデンによる通商破壊は、インド洋の連合軍通商航路に大きなパニックを巻き起こした。 商船の戦時保険料が急騰し、多くの船舶が出港を見合わせた。これはたった一隻の巡洋艦による影響としては大きなものであった。続いてミューラーはマドラスを砲撃することでイギリス海軍の威信失墜を目論み、エみ、M 電は西へ向かい9月22日にマドラスを砲撃した。攻撃目標にマドラスが選ばれたのには以下のような理由があった。 エムデンは17時にマルコマニアを分離すると4本煙突に、偽装して17ノットで目標へ向かった。偽装用の煙突は、エムデンが3本煙突なのに対して、イギリス巡洋艦が2本、または4本煙突であることから用されたもので、イギリス巡洋艦、ヤーマスのものに似せて作られていた。21時45分には、海岸から2800から3000メートルに接近し、 停止すると砲撃を開始した。M 電は最初は砲台を砲撃し、それから石油タンクを砲撃して炎上させた。砲台からの反撃もあり、9発が発射されたものの、M 電に命中はしなかった。125から130発を発射すると、M 電は砲撃をやめ、航海灯をつけたまま、北へ向かい、陸が見えなくなると明かりを消して南へ向かった。 攻撃により35万ガロンの燃料油が消失し、港湾施設の多くが破壊された。マドラスの人的被害は少なかったが、油貯蔵地区では4人が死亡。また被弾した船でも1人が死亡し、それはエムデンの攻撃で死亡した唯一の商船乗組員であった。この攻撃は市民に大きな心理的影響を与え、イギリスの権威を失墜させた。 多くの人々がさらなる攻撃を恐れて逃げ出した。砲撃翌日にエムデンはマルコマニアと合流し、ミュラーはベンガル湾を離れて西へ向かうことに決めた。9月25日にセイロン島に接近したエムデンはイギリス貨物船、キング・ラットを発見して沈め、ついでコロンボミニコイカンの航路へと向かって砂糖を積んだ、イギリス船タイメリックを沈めた。 この後も9月26日にイギリス船、クリフベールを27日に石炭を積載したイギリス船ブレスクを取ら28日にはイギリス船、リベラホイルを沈めた沈めた船の船員をクリフベールで解放するとエムデンはモルディブ諸島へ向かいそこで石炭の補給を行った補給後マルコマニアにはポントポラスと会合して石炭をイノシ それから港に入って、食料を購入し、エムデンと会合するよう指示した。エムデンは、マルコマニアと別れると、チャゴス諸島へと向かった。10月9日に、ディエゴ・ガルシアに到着し、ブレスクから石炭を補給。ディエゴ・ガルシアでは誰も、戦争のことを知らないようであった。エムデンが去ってから2日後に、イギリス総工巡洋艦ハンプシャーと、 武装商船エンプレスオブロシアがディエゴ・ガルシアに現れ、エムデンが訪れていたことを知らされた。再び、わずかのところで、エムデンは、ハンプシャーから逃れていた。ミュラーは、次は、イギリス領マラヤのペナンへ向かおうとしていたが、コロンボアデン航路の安全の問い合わせに対して、エムデンはすでにこの海域にはいない、と、返答されているのを傍受し、北上することにした。 途中の島で再度石炭補給を行い、ミニコイへ向かったエムデンは10月15日に、イギリス貨物船、クラン・グラントを捕らえ、食料などを確保して翌日沈めた。10月16日には春節船ポンラベルと、イギリス貨物船ウェンモを沈めた。さらに翌日には、イギリス貨物船トロイラス、中立国アメリカの貨物を積んだ、イギリス戦前エグバートと、石炭運搬船エクスフォードを、 10月19日にもイギリス戦チルカーナを打破した。豪雨のためセントエグバートが一時行方不明になるという出来事もあったが、10月19日にトロイラストチルカーナを沈め、船員をセントエグバートで解放し、エムデンはこの海域を離れた。その後、エムデンはペナンに攻撃向かった。10月20日早朝、エムデンはハンプシャー及びエンプレスをブロシアとすれ違ったが、 イギリス側からは発見されなかった。同日、ノースキーリング島付近で待機するよう指示をして、エクスフォードを分離した。10月26日に、ニコバル諸島で石炭補給を行うと、シムルー島の西で待機するよう指示をして、ブレスクとも分かった。エムデンは、マドラス攻撃自動用に4本煙突に偽装し、10月28日に未明にペナンへ接近した。 港内に侵入したイムデンは、ロシアの巡洋艦ジェムチュクを発見。距離300メートルで魚雷を発射し命中させる。続いて、砲撃を行い、再度魚雷を発射。これも命中し、ジェムチュクは沈没した。ついで接近してくる船を発見して発砲したが、それは、非武装の船であり、攻撃は中止された。その船の煙突に命中弾があり、そこに穴を開けた。 校内から脱出したエムデンは、イギリス貨物船、グレンターレットを発見したが、臨検中に駆逐艦が現れたためグレンターレットは、放免された。現れたのは、フランスのムスケであり、エムデンの砲撃により撃沈された。エムデンは、その生存者を救助した。ムスケ側は、エムデンを、イギリス巡洋艦と誤認していた。ペナン攻撃で、エムデンは被弾することもなく、 負傷者も出なかった。ペナン攻撃は連合国に対する大きな打撃となり、オーストラリアからの大規模戦団は、より強力な護衛が必要とされ運行が延期れた。10月30日にイギリス戦、ニューバーンを発見。この船で子の乗員をオランダ領の港へと送った。10月31日、ブレクスと合流。11月2日にブレクスから球団を行い。 11月8日には、エクスフォードとも合流した。次の作戦としてミューラーは、ココス諸島のディレクション島にある、無線施設と、海底ケーブルの破壊を決めた。エクスフォードには、ソコトラ島付近での、ブレスクには、ココス諸島の北での待機を命じ、エムデンは11月9日に、ココス諸島のポートリフュージンに停泊。ヘルムートホンミュッケタイ以下50名からなる、陸戦隊が上陸し、 無線施設の破壊及びケーブルの切断を行った。ケーブルは3本中2本を切断したが、もう1本は発見できなかった。M 電にとって不幸なことに、陸戦隊の上陸直前に、ディレクション島の無線基地は、不審な歓営の発見により、緊急電報を発信していた。この時、偶然、オーストラリアの軽寿命艦、シドニー、排水量5400トン。 15.2cm 砲八門やメルボルーン、日本の巡洋戦艦、イブキなどが戦団を護衛し、島から 80km、時間にして2時間の地点を航行中であった。6時55分、シドニーがディレクション島へ急行を開始した。シドニーの接近を見たミューラー艦長は、機敵により陸戦隊の機関を呼びかけるも間に合わず、抜病し、戦闘準備を行う。 9時40分に M 電は砲撃を開始し、シドニーも反撃を行った。シドニーは M 電より大型有速であり、主砲の口径も 10.5cm 砲の M 電よりも 15.2cm 砲は射程が長く優越していた。また、シドニーは水線部と甲板に防御を持つのに対し M 電の装甲は 30mm と薄い上に甲板部しか、 防御されない上に、長期の航海により、各所に状態の思わしくない箇所を抱えていた。砲撃戦は1時間半ほど続き、シドニーの砲撃によりエムデンは、手砲、射撃指揮所などに大きな損害を受けた。ミューラー艦長は損傷したエムデンの沈没を避けるため、11時15分、北キーリング島に故意に座礁させた。シドニーは、付近にいた、 補給船ブレスクを捕捉するために一時エムデンから離れたが、ブレスクが自沈したために16時にエムデンの側に戻った。シドニーはエムデンにまだ戦闘機が掲揚されているのを発見すると砲撃を再開する。エムデンは急いで戦闘機を降ろし、白旗を掲げ降伏した。翌10日に艦長をはじめとするエムデンの乗員は収容され捕虜となった。 エムデンの上院は武装を解かれたが、エムデンの勇猛さに敬意を表して、ミューラー艦長以下の士官たち体験を認められたという。ディレクション島を襲撃したミュッケ隊以下の陸戦隊50名は、砲撃船の隙を突き、島にあった小船で脱出。途中でドイツの商船に拾われて、インド洋を横断し、イエメンに上陸した。ラクダや船を乗り継いで、 アラブ遊牧民ゲリラと交戦したりしながら、アラビア半島を北上し、ダマスカスを経由して同盟国である、オスマン帝国のコンスタンチノープルにたどりいた。同書から鉄道で、ベルリンに向かい、1915年5月に42名が、本国に帰還している。マルコマニアとポントポラスは合流場所へと向かったが、10月12日に、シムルー島付近で、イギリス巡洋艦、 ヤーマスに発見され、マルコマニアは自沈し、ポントポラスはシンガポールへと連行された。エクスフォードは11月末まで会合地点で待ち、それからスマトラ島パダンへ向かったが、そこでイギリス仮想巡洋艦ヒマラヤに捕まった。ミューラー艦長は1918年10月に解放され、敗戦後にプールルメリット勲章を受賞したが、 マラリアの再発により1923年に死亡した。M ンの残骸はしばらく放置されていたが1950年代初頭に日本のサルベージ業者により解体。ただし残骸の一部が現在も残されている。3台の10.5センチメートル砲、船小などは回収され、オーストラリアの各地に展示されている。 初代の M 電が1914年に撃沈された後、1916年に2代目の M 電が建造されたが、1919年に他のドイツ帝国海軍艦船と共にスカパフローで自沈した。1921年には第一次世界大戦後初めてドイツ海軍が建造した軍艦として3代目の M 電が寄港され、1925年に収益し、 第二次世界大戦で活躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。